お前も幸せなやつよな。毎日毎日こうしてたらふく飯が食えるんだから。ああ分かってる。よしよし、嬉しいのは分かったから、さあ早く食え。猪之吉だ。猪之吉が俺を呼んでるんだ。やっぱりあいつは。よしよし、そうだ監督へ。なんだ貴様、また来たのか。猪之吉、俺と一緒に来い。来るんだ猪之吉。そんな檻の中で一生過ごしたいのか。俺や山の仲間なんかどうでもいいってのか。来い猪之吉、俺と一緒にこの檻から飛び出そうぜ。バカ者が、こいつを檻の外にだと。ふざけるな。猪之吉やめろ。待て、バカなことをするんじゃねえ。来い猪之吉、俺と一緒に走るんだ。おばあ様、カバ丸くんは本当にイノシシよ。きっとそうです。猪之吉くんを助けに行ったのですよ、あの遊園地へ。猪之吉、何を怖がってるんだい。まあ、だらしなくなりやがって。さあ来い。暴れている？バカな、あのイノシシにそんなことができるものか。しかし警察が動き出そうとしていますよ。バカモン、あのイノシシは俺がいなきゃ何にもできやしねえんだ。あ、はい。あいつはな、俺が一人で必ず捕まえて檻に戻す。そう警察に伝えておけ。はい。あの弱った体でどうやってこの都会を抜け出せるっていうんだ、バカモンめ。はい、これがお前にとって最後のハイキングだ。思う存分走り回ってこい。閉まってるわ、どうしましょう。榎本さん、待ってください、麻酔銃です。いらんわい、そんなもの。しかし、もしもの時に。あのイノシシのことはな、この俺が一番よく知ってるんだ。あの山の仲間とやらのガキよりもな。ん？あなた方は？ひょっとしてカバ丸くんがイノシシを連れてどこかで。ああ、あのくだらんガキのために東京中が大騒ぎだ。カバ丸くんはくだらないガキなのではありません。いたな。しばらく会わぬうちに信じられねえぐらい臆病になったよ。どうした猪之吉、ほら取らねえか。山じゃいつも俺の食い物横取りしてやがったくせに。どうした、取ってみろ。いや猪之吉、横取りしてみせろよ。どうしちまったんだよ。そんなことで伊賀の山で生きていけると思ってんのかよ。猪之吉、助けて。待て、しかしてカバ丸くんはイノキチくんを連れて山へ帰ったのではないでしょうか。大丈夫です、山へなどあのイノシシがついていくもんですか。今のあいつは山の中で野生として暮らしていた頃とは全く違う。餌一つ自分で見つけ出すこともできやしねえんだ。とうとう見つけたぞ。はい、急ぎましょう。イノキチ、逃げるな。何を怖がってるんだよ。待て、イノキチ。ヤモリ走りで。
です。人間じゃないわ。そろそろハイキングの終わりが近づいたようだな。行くぜ、エレベーターで屋上だ。はい。まったくヒヤヒヤさせるぜ、猪之吉よ。世話の焼けるやつだ。やい、豚獅子。お前なんか豚獅子でなきゃデブ獅子だ。腹が立ったらかかってこい。さあ、どうした、かかってこい、腰抜けのデブの豚獅子め。お前どうしたんだよ。お前伊賀の山に帰りたくねえのか。本当に帰りたくねえのかよ。いたぞ、あそこだ。カバマルか。お前ら、カバマルとか言ったらそのイノシシを返してもらおう。冗談じゃねえ。さあ来るんだイノコ、お前のやめろよ。あの檻しかないんだ。そうだ、さあ来い。お前は身の程をよく知ってる。さあさあ。イノキチ、そうだそうだ、お前は利口なイノシシだ。カバマル君。ばあちゃん。カバマル君、猪之吉君はもう野生には戻れないのよ。とても伊賀の山の中で一人で暮らすことなどできないのよ。本当かい、本当にそうなっちまうのかい。都会で暮らしてると本当に一人で暮らせなくなっちまうのかい。そしたらこの俺もそんな人間になっちまうのかい。嘘だ、そんなことあるもんか。山へ帰れば一人でやっていけるんだ。そうだろ猪之吉、お前は山で生まれたんだ。山で立派に生きていけるんだ。それをたった今みんなに証明してやれ。見ろ、伊賀の山の谷と同じじゃねえか。飛ぶんだ、あのビルまで。俺たちの前で飛んでみろ。そんなバカな、飛べるわけがない。行け、猪之吉。イノコ、死んじまうぞ。山へ返してやるよ。お前はやっぱり野生のイノシシだ。